横山薫藩十一月二十三日から九百四十一年十二月八日は日本の海軍軍人。太平洋戦争壁頭の真珠湾攻撃において特殊戦皇帝、公標的搭乗員として戦死した旧軍神の一人。二階級特進により最終階級は海軍特務将尉。鳥取県出身。横山家は農業を営み、三男。 か目の抜しである。小学校高等科を卒業し、海軍を志願したが一度目は失敗し、二度目の挑戦で合格した。1934年6月呉海兵団に入団。同期生に同じく旧軍神とされた稲垣清氏がいる。海軍水兵としての基礎訓練を受け、戦艦、不装乗組となる。水雷学校及び潜水学校を卒業。 横山は成績優秀で、水雷学校は優等卒業であり、海中時計を授与された。進級は早く4年目に、歌詞館7年目に一等兵装に昇進している。日中戦争では南シナ海の警備行動に従事した。日本海軍は特殊戦航艇を艦隊決戦の秘密兵器として期待をかけており、 その存在は秘匿され、特選、登場員は厳選された人物たちであった。横山はその戦に入り訓練を受けていたが、洋上での艦隊決戦においても、特選の使用には困難な点があった。1941年10月13日、特選の真珠湾攻撃参加が正式決定し、さらに難しい条件が重なる特別攻撃隊員に選ばれる。 フルの茂み調査12月7日午前2時15分、新珠湾の湾口150度、12.6回りの地点から低調。フルの茂み注意とともに、E18 潜水艦から出撃。午前6時30分、雑役艦、アンタレスを追尾していた特船が、米海軍特設沿岸総海底、コンドルに発見され、クビー語りな飛行艇が、発見位置に発煙筒を投下。 15分国畜艦、ウォードは、砲撃を開始し、続けて、爆雷攻撃により、特戦を撃沈した。この時、撃沈された、特戦が、横山、古野帝と推測する説がある。真珠湾特別攻撃隊の指揮官、佐々木ハンクは、資料不足などの制約があるとした上で、横山、古野帝は別の、特戦である、可能性も指摘している。米側には、 1960年に、新珠湾近隣の京平群で発見され、引き揚げられた特選が若干の遺留品から日本で古の定とされたとする説がある。最後に帰省したのは1941年9月である。この時、大量の松茸を土産に持ち込んで、恩師や親戚に配り、恩師の懐中時計を兄の時計と交換した。 聖火や家族を何度も振り返り、期待していった。墓所は、鳥取県東白郡琴浦町上方満の、共同墓地より10メートルほど離れた桜の木の横に、ある。墓石には、古海軍特務将尉横山薫藩とある。ABCD、旧軍神は語らず、軍神、横山薫藩基盤だノートハット ABCD、決戦特殊潜航艇。 第2章真珠湾攻撃。日本の海軍。海と空3特殊戦航艇。本当の特殊戦航艇の戦い。第2章公標的の誕生。本当の特殊戦航艇の戦い。第1章特殊戦航艇の実態。本当の特殊戦航艇の戦い。第3章公標的作戦の実態。決戦特殊戦航艇。前書き。 ハット・ジェームズ・ピー・デルガード、テリー・カービー、ザ・ロスト・サブマリンズ・オブ・パール・ハーバー、テキサス・エイ・アンド、M、ユニブ・プレス・ハット、K ・ヒラグーン・ミジェット、ノア、2021年12月30日閲覧。ありがとうございます。